月の仕送りが40万、クズだクズ。その40万もね、なんかいいことに使ってりゃいいですけど、どうしてたか。年に500万浪費して借金もしてた。ひどいな。ブランド品を買い漁って社交パーティーに出かけてた。すげえな。しかも18歳でですよ。18歳。同い年。でもそれぐらいイケイケだったマルクスの宗師のお顔が左下。ここね、いい男だね。かっこいいですね。ね、かっこいい。ね、いい金持ちで頭も良かったんだ。じゃあ負け知らずですわ。負け知らずだね。そんな中でパーティーに出かけていた。ところがこの贅沢な生活できるのはやっぱり親の仕送りがあるから。ですよね。亡くなったらどうしましょう。しかも働かないわけですから。卒業しました、仕送り止まりました、働いてません。どうやって金工面しましょうか。それ怖いね。怖いですね。高山さんどうします。紐になると。紐になる。高山さんはお金なくなったら即答で紐になる。違う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 。